します。はい、どうも、じゃあ稲田和馬と申します。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。こう腕のこの大きさがこの勢いを増している、こう握りつぶすような形ということでやっていきたいと思いますけれども、はい、本日はですね、実は私はね、実は左利きっていうこのお話をしたいと思いますね。もう大体誰が興味があるんだという話なんですけども、まあ、それもいいんじゃないかなという話で、実はその全てこういうふうな行動を全てこうやって左手でやってるんですけれども、はい、ではよろしくお願いいたします。実はですね、私こう見えて、まあ、こう見えてるかどう見えてるかわかんないんですけども、左利きなんですよ。全て左手で、物を操っている、いや、別に操ってはいないんですけども、やってるんですけどね。書くのでも右なんですけど、投げるのとか左なんですよ。だから例えばボールないな、ボールはないんですけどね、まあ、例えばここにこう馬があるんですけど、これ馬投げ、これ馬投げるわけにいかないですね。これはいいか、やめておきましょうっていうのがありまして、もう全てあの左利きでやってるんですよ。でもギターは右なんですけどね、もうそれは何だかよくわかんないんですけど、左利きっていうのがありまして、もうこの左利きっていうのがね、大体日本におきますと左利きで1割ぐらいだから 10% ぐらいの方が左利きなんですけど、不便なんですよ。本当に不便なことが多い。特に自分の中ではやっぱり改札ですね、電車の改札は、まあ、やりにくいですよね。あれ改札こうやってあるんですけど、こうやって歩くんですけど、大体こうね、ピーでやったら右手なんて、右手でこうやってなんかピタバとか通していくじゃないですか。これが苦手で、私左手なんで左手で、こうやってやるんですけども、これ通りにくいってあれだしないし、なんかもうなんか動きにくいし、なんかっていうのもありまして、大体エレベーターで右側に押すじゃないですか。押すとこ右側なんですけど、あれも押しにくいし、左だから押しにくいっていうのもあったりとかっていうのもありますし、あとは何でしょう、郵便ポストとかですかね、郵便ポストの ダイヤル回すやつも、あれも全部右なんですよね。もう左回しにくいなっていうのがあるので、もうすごいやりにくいことが多いなっていうのがあるので、やっぱ右手主体でできているこの世の中っていうのは、なかなかそれも、まあ、面白いなっていうのはあるんですけど、なかなかやりにくいなっていうのはあったはするんですけどね。あと左利きのものでだいたい高いですよね。本当に野球のグローブとか前買ってもらったんですけど、左利きのグローブって高いんですよね。本当に高いですよ。あれ7000とか8000とかするんじゃなかったかな。で学校、小学校の時に野球でよくクラスとかでグローブいっぱい、なんか使い古しのグローブとかで、カゴの中にザンと入ってあって、それでなんか友達と一緒に野球しましょうってみたいなのがあったと思うんですけど、左のグローブ入ってないんですよね。入ってないんですよ。だから私だけ素手なんですよ。ものすごい痛いじゃないかっていう話なんですけどね。手がパンパンになったんですけどね。だからいつも大体、野球で、カズマが守るところはどこって言ったら、やっぱライトなんですよね。ボールが全然飛んでこないじゃないかっていう話なんですけどね。ボールが飛んでこないライトを守って、しかもボールを取る練習もできないから、全然野球は上手くならないということで。もう野球は苦手です。本当に。だから私が得意なスポーツはサッカーっていうことで。またサッカー、スポーツのお話もしたいと思いますね。別に何の役に立つかさっぱりわからないんですけど、私はもうスポーツはサッカーが好きですね。サッカーは面白いなってことで、サッカーは完全に足が右なんで、それはいいんですけどね。昔サッカー部でしたからね、小学校1年生から6年までずっとサッカーやってたんで、まあ、そんなお話もしたいと思うので、だから、左利きは左利きの悩みがありますっていうことがありますけど、まあ別にそんなあんま大したことない、まあなんとか何しか生きてますんで、まあそんな感じでこうやって左手で動いてるのはそういう理由でっていうことでございましたので、まあそんなお話でございました。もう簡単な話です。それではまた。